今週から始まった JLPGA プロテスト第二次予選。まず滋賀カントリークラブで行われた。鈴木、相澤、松原の3人が参加し昨日終了。その結果は後ほど。二次予選から遡ることをおよそ1ヶ月前、東京恵比寿。おはようございます。鈴木と申します。よろしくお願いします。こんにちは、大本です。よろしくお願いします。今現状はパッドなんですけど、はい、なんか調子いい時と調子悪い時の差がちょっと激しくて。入らない時ってどんな傾向が多いですか？狙ってるところに打ち出せる時もあるんですけど、打ち出せない、なんかちょっと気持ち悪くて打ち出せない時がほとんどんですね。鈴木がやってきたのは最新のデジタル機器を使ってスイング、パッティングの詳しいデータ分析ができる施設。こちらの大本さんはパッティング指導に定評があり、ツアープロをはじめ激震女子のセガも絶大な信頼を置いている。ドライバーの平均飛距離260ヤード、パーオン率 80% 前後を誇る鈴木だが、アプローチやパッティングのショートゲームが苦手。前回のプロテストも最終予選まで進出したものの、パッティングでスコアを崩し、76位タイという成績に終わった。まず上り下り、フックスライスで分けると、はい、どういう傾向あります？まず上りだとどうですかね。でも上りの方がうまく打ち出せないかもしれないです。上りがなんか打とうとするとちょっとなんだろう、ブレやすいっていうか、うん、あとフックとスライス、まあスライスですね。スライス、はい、上りのスライス。はい。何か今パターで意識していることってありますか？これだけ注意してるって。なんか一体感がちょっと感じないので、なるべく一体感を持って、手と体がちょっとバラバラのように感じるので、なんだろう、なるべく体と一緒に動かすって感じですね。はい。ちなみにショットの方は今どんな傾向あります？はい、まず持ち球はドローフェードどっちですか？ドローなんですけどフェードも打てます。で、今出やすいショットのミスっていうのは右プッシュ。右プッシュ。これどういうことかっていうと、実は今からデータ取るんですけど、ショットの癖がこう出るんです。はい、本当ですか？はい。で、逆にこれショットとパターがもし違かったら、これは、ま、余計まずいので。わかりました。大体もうあの上級者の方はほとんど一緒になるので、はい、なのでそこのデータを見ながらつなげていかないといけないので。赤外線センサーでフェースの向きやストローク軌道を計測できるサムパッドラボを駆使して、現在の鈴木のパッティングデータを5球打ち計測。今この上に出てる、まずここの天電子ってありますよね。はい。これは方向系の評価なんです。で、まあ目指せ75点だと思ってください。はい。で、今 62.5%、 これはリズムテンポ、これが今 59.2、 はい。で、コンシステンシーって何かというと再現性ですね。毎回同じように打ててるかどうかっていうのが 66%、66点ですね。で、トータルの評価は 63.4 ということになるんですけど、もう少し全体の平均点を上げたいんですね。パター上手い選手は、このコンシステンシーってめちゃくちゃ高いんです。まあ、そこを常にあの意識しておくといいんですけど、で、まずこのフェースM、はい、5球打った時のまず平均がこれです。まずアドレスのフェースの向きですね。これが 1.9 でオープンなんです。そうなんですよ。で、ドロー系でしたよね。ドロー系だから、はい、フェースをちょっと右に向けて打ちたくなっちゃうんです。はい。うん、なのでどうしても、これは開いて構えるの悪くないんですけど、できるだけ1度以内ぐらいにしたいんです。
そうですよね。なんかたまに自分でも右向いてるって分かるんですけど、うんうん、なんか修正しても右向いちゃいます。あ、これは脳が求めてるのが右向いてる、はい、フェース開いてるっていうのが脳が求めてるのがその向きなので。あ、そうなんですか。あの脳から直さなきゃいけない。なんか開く際から閉じて構えるっていうよりは、はい、もうひたすらフェースをターゲットにスクエアに合わせる練習をしなきゃいけないんです。はい、うん、ボール打つというよりはもうボール打たなくてもいいんで、ターゲット見てセットして、ターゲット見てセットしてみたいな繰り返しで、どんどんその脳の映像を作り直さないといけない。わかりました。この下のフェースチェンジっていうのが今 0.7 クローズってなってるんですけど、はい、平均で 1.9 度オープンから 0.7 度閉じて戻ってきてるんで、インパクトは 1.2 度オープンで当たってるよと。はい、ちょっと開いて構えてるんですね、 1.9 度オープン、はい、でそこから 0.7 閉じて打ってるんです、インパクトは。あ、そうなんですか。なのでドロー系に多い、はい、あ、要は開いて構えていて打つときは多少閉じてくるんですよね、ドロー系の人って、はいはい、逆にこれが例えば一度クローズで構えて一度開いて打つような傾向であればフェード系の選手が多いですね、はい、フェースの向きってもう7割から8割ぐらい方向決まっちゃうんです、フェースの向きで、はい、なのでそこをあの整えてあげるというか、はい、で軌道が、まあ、やっぱドロー系なので 4.5 度ライトインサイドアウトなんですね、はい、だここをちょっとこう減らせるかどうかっていうのが大事になってくるかな、はい、まあ、あの 4.5 度って別にそんなにすごい数字じゃない。本当ですか。まあ、とはいえ2度ぐらいに持っていきたいかなっていうか、はい、でその時の構えが今は、うん、目線はいい感じで構えてます。目と大体眉毛の間ぐらいに持っておきたいんで、はい、これはいい感じで構えてるかなと。でこれがすごい気になって、バックストロークで頭がこう沈んじゃうんですね。こういう動きが入っちゃうんで、はい、これってあの平らなところで打ってる時は、はい、そんなに影響なかったりするんですけど、はい、傾斜地になった時にこの上下って結構影響しちゃうんです、はい、うん、なんか自分のイメージした距離に行かないです、うん、なるほど、はい、まあ、ショートすることが多いですね、はい、これサイドビューって言ってこっちのこういう感じですね、はい、まあ、振り子の理想だとすると、はい、結構バックスイングで低く上がってフォローで高く上がってるの分かります。はい、うん、これ横から見るとこんな感じ、はい、そうするとローポイントといって最下点が結構手前に来ちゃってるんです、はい、うん、要はアッパーで打ちたいっていう感じが強いので、はい、アッパーすぎちゃうとボールは飛ばなくなっちゃうんで、もう少しクラブの重さを使って落とす感覚で打ちたいかな。でもアッパーの方が転がり良くないですか、うん、これよく言われるんだけど巡回転良くすぎると、はい、どこで止まるか分からないんで、必ずスキットっていうのが発生してボールって、はい、まあ、キャリーしながら少しボールって滑る感じ、はいはいはい、あのボーリングのスススって、はい、滑りながら巡回転かかると、はい、自分の好きなところで止められる、はい、でゴロ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 ってずっと頑張って巡回転かけちゃうとどこで止まるか分からない、うん、はい、あとは、アッパーが強いと巡回転はかかるけどボールが跳ねます。なるほど、はい、まあ、でも3度なんでそこまで、はい、うん、なんですけど2度以下ぐらいにはしていきたいかなと。なぜかっていうとアッパーが強いほど上りショートしちゃうんです。そうなんです、ね、そうなんです。9割方プロのデータこれ見せてもらうと、はい、アッパー強い選手はもうほとんどショート、ショートっていうかジャストタッチなんです。あ、そう、ジャストタッチです、うん、だから下りになるとアッパーが少し減るので、あ、だから下り得意な人のが多い。鈴木のパッティングの特徴、アドレスでフェースが開いている、軌道はインサイドアウト、スイング時に頭が沈み込んでしまう、パターの最下点が理想より手前でアッパーで打っているとの結果が、
さらに一番の問題点が、一体感で打ちたいという話があって、はい、一体感で打っちゃダメなんです。あ、そうなんですか。一体感で打っちゃうっていうのは一番やっちゃいけないことなんです。結構、そうなんですか。人間の体の構造って一体で動かすと、もう何かがブレちゃうんですよ。あんまり手を使いたくない感じです。そう、手も使わないじゃダメ。あ手も自由にさせなきゃいけないんです。要は体って、あの分離って言って、こうバラバラに使わなきゃ。はい、今はもうこういう感じです。だから上下が激しくなっちゃう。はい、なのでいかにバラバラに使うかっていうことをやってあげると一体に見える。振るとかじゃなくて、もう落ちるって感じが大事。そう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 、その感覚。問題点を解消するドリル、まずはフェースの向き。じゃあまずは、はい、フェースがスクエアっていうのをちょっと体感してほしいので、このちょっとラインに構えてみようか。はい、でもこのまま上げます。うん、これまずちょっと試しに 0.8、 うん、これがあとちょうどいいかな。それでもオープンですか。うん、一度、それって別に全然悪くなくて、一度オープンぐらいに揃えたいよっていうところを基準にしてほしいので、はいはい、自分の中ではスクエアにするぐらいの練習をするとちょうどいいオープンになるかなっていう。これ以上閉じると違和感になっちゃうんで、はい、何かターゲットにこう常にこう構える習慣、はい、ちょっと構えてもらって、はい、ここにぴったりくっつけましょう。でこれが今ゼロなんで、このまま上に乗せて、この打っちゃいましょう。何かこう直角になるものをイメージしてやってあげるといいかな。はい、うん、でフェースが今整ったら軌道も整っちゃったんで、だから全然気にしなくていいよっていうことになるんで、アドレスのフェースを修正することで、軌道が 4.5 度インサイドアウトだったのが 0.5 度まで整っていた。問題点を解消するドリル、続いて手の使い方。今何指中心に持ってます？右手の人差し指中心、うん、なんかが一番かかってるっていうか。なるほどなるほど、はい、一番大事なのは薬指なんで。あ、はい、薬指ですか。うん、こっちにこうちょっと力入れてください。薬指と内側の筋肉力入ります。はい、でこっちに力入れると外側の筋肉に力入れます。はい、今外側の筋肉で打っちゃってるんで、はい、そうするとどんどんガチガチになっちゃうんで、あ、できるだけこっちの筋肉で打ちたいんです、薬指側の。だここはちゃんとこうクラブを引っ掛けるように握っておかないと。はい、うん、はい、うんうん、でバックスイングちょっと上げましょう。こんな感じで上げて薬指中心に、うん、こんな感じです。でその後ちょっと打っちゃいましょう。こう来て、はい、とちょっと落ちる感じ分かります。はい、うん、もう一回。薬指中心に動かせるとこの感覚が出せるんで、はい、振るとかじゃなくてもう落ちるって感じが大事。そう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 、その感覚、うん、なんか自分が頑張ってないっていう感じに持ってきたいの で、はい、とさっきよりほらアッパーが減ったんで、こっからグインって上がってたのが上がらなくなったのと、はい、再加点がちょっと前にそうですね、うん、はい、来てますよね。だどんどん落とす感覚を入れることで
打点の位置っていうか最下点の位置を整えてあげるといいので、クラブの特性通りやれば勝手にそういうのは良くなるので、はい、決してなんていうのかな、複雑なことを全くする必要がないので、はい、まあ、そこら辺をこう整えていくとまずはいいのかなという感じかなと、はい、そしてゴルフ場に移動して実践。ちょっとパターも長めの20ヤードをちょっとやってみましょうか、はい、今、はい、ターゲット見てる時間って何割ぐらいありました？ターゲットですか？見てる時間3割3割ぐらいですよね。ターゲットは7割から8割ぐらいみたいです。今ほとんど構えてから、はい、もう打つことにまず正しくセットしなきゃいけないっていうのはすごい強くて、はい、でそこからもうほとんどこう打つことに集中して打っちゃったんで、はい、できるだけ後方で映像を作って、はい、ずっともう 7,8 割ターゲット見る時間を長くして、はい、それでもう一球ちょっと打ってみましょうか、はい、映像を作ってで映像に合わせていってでまだ映像はい、でイメージできたらもう打っちゃってください。今ぐらいの方がまあ、距離感練習はしなきゃいけないですけど体がスムーズに動くんです。あ、はい、現実モード目線って下向け向くほど現実になるんで体がどんどんギクシャクしちゃうんです、はい、脳が過去と未来に飛んじゃうんですよ、はい、これ寄らなかったらどうしようとかこれ何としても寄せたいなとか、はい、その作脳の情報が増えてきちゃうんで、はい、その映像の情報に筋肉をどんどん反射させたいんですよね、はい、それをやると結構体がスムーズに打てるようになるんで。およそ2メートル、鈴木が苦手なスライスラインのパットも実践。うん、いい。なんかめっちゃスムーズっていうかに動くようになって、なんかスライスもそんなに垂れなさそうって、うん、そう、もうしっかり打てるので、はい、うん、なぜかって言っても決心してるんだよ脳が。あ、はい、だからここの情報の方が大事だって、はい、動こうとすると現実になっちゃうんで、もう現実にさせないまま、はい、うん、全然スムーズ。はい。もう全部入っちゃった。あなんか真面目にこのフェースがターゲットに直角にしないとダメってことは全くないので。はい。練習は合わせなきゃいけないけど、はい、ラウンドはもうゲームなのでしっかりそこをちゃんと整理すると、なのでもう構えたらパンって打つ習慣をつけると体力のその集中力の体力の消耗も減るので、減りそうです、減りそうです、そういう意味でも結構利点が出てくるんで、はい、うん、そこを整理するだけで全然違うかなと思うので、はい、はい、ぜひ試してみてください、はい、ありがとうございます。昨日、滋賀会場で行われた二次予選が終了。その結果は、お疲れ様です。4日間お疲れ様です。どうでした？まあ、通過することはできなかったと思います。できなかった。はい。
なんか今回で絶対受かろうと思ってたので、なのにファイナルも行けなくて、なんか分かんないです。苦しいです。心が痛い。痛い、なんか。結構ずっとショットの調子がそんなに良くなくて、ショットが悪くてもアプローチとパットとしのげていけば、まあ大丈夫でしょうみたいな感じだったので、なんだろう、初日と2日目はもう OB もたくさんしてしましたし、自分はそんなに感じてないですけど、まあ疲れもちょっと残ってるのかなと思って、烏山城からそのまま来たので。実は先週、日本女子オープンに参加していた鈴木。その試合から日予選まで中2日で臨んでいたのだ。もっと安定したゴルフをしたいですね。なんかこんな波があるんじゃなくて、1年って長いですね。4日間、暑かったっすね。暑かった。あ、待って、やっとなんかあんとこうと思っても泣いてきたのに。まあね、めちゃくちゃ悪いゴルフではないわけじゃないですか。終わった直後だから全然わからないです、カットラインを気にしてるわけではないけど、やっぱりでも通過しないと次に行けないから、2日目はまあスコア落としたんですけど、アンプレしたりとか、すごい自分の中でトラブルが多かったので、パッパッとしちゃったりとか、同じシガカントリーで行われた前回のプロテストのカットラインは8オーバー。しかし今回はパープレーと伸ばし合いになった。力みじゃなくて力を変えていかないと、ここを乗り越えないと全然無理だ。4日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。松原カノン普通科。1日目も2日目も3日目も4日目もショットは一緒なんですよ、なんか内容とか出来はだけど、シンプルにパターが入らなかった、入らなかったっていうか、入らなさすぎた、なんか入らん、多分受けてる人は誰よりも入ってなかった自信あります。なんか深く読みすぎちゃうんですよ、なんか深く読んで、コロンと入れたくなっちゃう、本当にジャストじゃないと入んないですよ、そう。でも返しが残したくないから、そういう攻め方になっちゃう、4日間戦ってみて自分の実力としてはどういう感じでしたか。まあ、ちゃんといいゴルフをしたら、通過できると思いますけど、悪くてもやっぱり耐える能力をもうちょっとつけないと、なんか絶対どっかで打ってるんで、それしてたら絶対無理だなと思いました。次回は鍋島が2次予選直前パッティングの最終調整。イメージ通りに筋肉を動かすための練習法とは。脳と筋肉がまず直結するっていうことが大事で、そして最終プロテストに進む激震女子は BS 富士オンデマンド、大人気のお笑い番組、手に汗握るスポーツ、満たせる知的好奇心、 BS 富士の番組が無料で楽しめます。 BS 富士オンデマンドで検索。